はいどうも、ノーキンです。よろしくお願いします。ということで本日はですね、霊言がピックアップされておりますので、ガチャ引いていきたいと思います。今月入って4体目の 0.4% ということなんで、地獄ですね。まあ、ただね、まだ3周年に入って、俺まだ1回も天井に行ってないので、今回の霊言も神引きできるんじゃないかなと思います。今回のね、ガチャラインナップ、どんな感じで引いていこうかなという感じなんですが、まずね、これ優勝300で手に入れた10連チケット、これ回していきましょう。で、その後に始終80回して、5ステップアップ回して3ステップっていう感じの流れになると思います。まあさすがにね、3ステップ行くまでには引けるんじゃないかなと予想しております。それでは引いていきましょう。レディゴー。はい、では引いていきましょう。まずは優勝300で買ってきました無料の10連召喚チケット、こちらからやっていきたいと思います。霊言出てこいや、対戦よろしくお願いいたします。さあ、まず開幕はですね、白い本からのスタートで、ビジョンなので Go&Me ですね、略してゴミです。まあさすがに何もなさそうですよね。まあ優勝300ということなので、これお伏せにしておきましょう。はい、ヒロノゲージが溜まりましたね。まあ何か出るよりはヒロノゲージ溜まってる方がいいですからね。ありがとうございます。はい、じゃあ次はですね、霊言の始終80個1枠確定の10連召喚、こちら回していきましょう。このガチャからもね、ワンチャンありますからね、よろしくお願いします。さあ、金色の本、まあただこれはまだちょっと信用できないですね。信用ないです、これ。これは出ないでしょう、さすがに。どうなんでしょうかね。このクリスタル飛んだ時っていうのはもう絶対ないということなので、スキップしましょう。まあ本番はここからですよね。5ステップアップの135、ここ UR 確定ということなので、霊言の出る確率が非常に高くなっております。いきましょう。まずは10連目、金色の本をお願いしますよ。あ、白い本からの、OK、 いきます。これはいけるんじゃないでしょうか。開幕決めていきましょう。いい演出ですね。これは付き合っている人の浮気現場を確認するぐらいの覚悟。お、これはちょい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 、これは来てるんじゃないですか。2枚抜き、霊言2枚抜きですね。これは霊言4刀流、あ、これ6刀流ですね。やばい、これ何これ、すごい。はい、コスト100、これはどうなんでしょうかね。幸先は一体どうなってるんでしょうかね。ここ、はい、これマジ、ちょっとちょっと、すごい、コスト100が2体も引いた。これどっちかというと神引きできてるんやろうけど、違うんよな。すごいことになってきた。ここ霊言引いたら、この10連でコスト100、3体引いてることになりますからね。いきましょう。いや、出えへんのかーいって、お前もコスト100やないかーい。いや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 、これはちょっとおかしいっしょ。いや、さすがにこれ霊言引く方が簡単やと思うんすけど、そんなことあるんやね。いや、多分俺、幻影戦争のガチャ史上、最強の引きを見せたんじゃないかなと思いますね。まあいいでしょう。さあ、20連目、ここ無料ですね。気を取り直していきましょう。さあ、汚い本からのキャラですね。いいんじゃないでしょうか。ここからね、全然ありますからね。さあ、これは親の顔より見た光景ですね。いや、あるよこれ、全然ある。トップがね、あの色ということは昇格全然あります。飛ばしていきましょう。なんか出そうな気がしますね。もうさっきのね、あの引きを見せたっちゅうことは、霊言めちゃめちゃ出やすくなっているということじゃないのかなと思うんですけど、出えへんのか。さあ、30連目引いていきましょう。ここもですね、 UR 確定となっております。キャラのクリスタルマジで頼むよ。今んとこ全部ね、キャラクリスタル飛んでますからね。ああ、いいじゃないですか。これもね、もしかしたら何枚か抜けていくんじゃないのかなと思いますが、どうでしょうか。あれ、なんか違うの出てきてましたね、これ。まあまあいいですよ、これ。全然いい、全然いい。はい。メダルが美味しいですからね。まあさすがに、あとは変わらないですよね。この途中にあるやつがね、2段階昇格するっていうことはもうほとんどないのでね。さあ、ここですよね。いきましょう。旗がね、ファサッとなったらね、もう確定ですから。いきます。はい。あー。
そっか、そういう感じ。ああ。おお、そうか。手ごわいですね。まあ、続けていきましょう。さあ、ここ40連目、無料ですね。まあ、無料ということはですよ。無料なんですよ。さあ、キャラのクリスタル、いいんじゃないですかね。ここまで全部キャラクリスタル。ってなってくるとね、50連目が非常に怪しいところですね。50連すべてがキャラクリスタル飛ぶっていうこともね、俺今んとこあんまりないんすよね。絶対どっかで一箇所ビジョンカードが飛んでしまうんでね。さあ変わりますかね。二段階昇格はまずないでしょうね。ないですね。はい、いいです。全然 OK、 無料なんで。さあ50連目、ここですね。しっかりねキャラのクリスタル飛ばしていきたいと思います。頼むよ、来い。さあどっち、ここでキャラが飛べば、まあまあまあしゃあない。このね一周なかなか良かったと思う。うん、なかなか良かったから、いっす、全然いい。まあここはね、あのかけらもらえますからね、全然ありですよ。さあ5ステップアップの2周目回していきたいと思います。さあどうでしょうかね。ここもねキャラのクリスタル飛んでほしいところなんですが、白い本からのビジョンですよね。わかるわかるわかるよ。それそうなっていくんよ。やっぱりね1周目の乱数が良すぎた結果、2周目がマジでゴー&ミーですね。これいいです、いいです。さあ次、無料、無料からもね出ることがありますのでね、いきます。頼むよ、金色の本頼む。白からの、いける。これいけるよ。さあ頼む。トップがね金色のクリスタルであってほしい。ああいいじゃないですか。これワンチャン2枚ありますよ。無料から2枚。さあ今日はねガチャ運が非常によろしそうなのでいけるんじゃないでしょうか。さあ頼む、変わってくれ。無料で引きたい、頼む。もうそろそろ引いておきたいですね。まあまあしょうがない、無料やからね、文句言われへんわ。マジで出ろよクソが。よし30連目いきまーす。まあまあ流れはいいですよね。キャラのクリスタルの方がね結構飛んでますんで。さあ金色の方、2枚抜きの可能性がありますよこれ。よしよしよし、これは2枚抜き本当にあるよ、金色の本なんでね。そうなるか。あそう、なんかこうちょっと違うんすよね、ずれるんすよね。まあまあまあいいっすよ。引き運がいいという証拠ですからねこれ。さあここで出せばいいんすよ。頼むぞ、霊言そろそろ出てくれ。 0.4% はねここの5ステップアップで引いておかないとね、多分ね二度と手に入らないんすよね。いきます、来い。あー目つき悪い、すんごい目つき悪いな。嫌いじゃないけどな。まあまあいいでしょう。さあどんどん引いていきましょうか。次はここが何周目、4周目ですかね。はい無料です、いきましょう。さあ汚い本、これは絶望的な結果になりそうですね。なあもうこの演出、汚い本からのビジョンカード、なんやそれ、ドライなってんのおかしいやろ。まあ無料やからね文句言われへんわ。なしなし。ただなんか変わりそうな気するのは気のせいかな。ちょっとだけ飛ばしていくかな。なんかどっかでね変わりそう。金色のキャラクリスタルもね2枚もありましたしね。ここ変わる可能性なんかありそうな気がするんですけどね、どうでしょうかね。まあ、変わるわけないですからね。そこなんかちょっとね流れがビジョンになっていってますね。なんか良くないですねこれ。2周目はビジョンですねこれ。ということはちょっとここのね50連目どうなんでしょうかね。いきます、頼むよ。できたら金色の本で、あいいっすよ、めちゃめちゃいいね。そっからのがマジでマジでビジョンテーブルに入ってしまった。これはちょっとダメっしょ。2周目マジで全然赤いやん2周目。さあラストの3周目回していきましょう。ちょマジでこの1周で出えへんかったらまあ天井覚悟しないといけないということですからね。いきましょう、
頼むよマジで、もうビジョンテーブルやめてほしい。さあ白い本からの、オッケーオッケーオッケー、よし元に戻った。乱数がいいじゃないですか、いい演出ですね。さあ2枚抜きは、あーないな、ないっすねこれ。なんでそんな青いんでしょうかね。まあまあトップで出ればいい話ですから。なんか出そうな気がしますねそろそろ。まあ俺爆死もしないことに決めたんで、まあそろそろ入ってきてくれるんじゃないかなと思いますね。いきましょう。はい、誰、全然知らん人来た。まあ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 しょうがない、まだチャンスはありますからね。さあ次無料ですね。そろそろ無料からね、ちょっとユアルのキャラ出てきてくれてもいいんですけどね。さあどうでしょう、白い本からの、Go and me。 いやもうマジでさ、ビジョンはねもう何もいらん、もう全部持ってるからね、何もかもがいらない。30連目回していきましょう。さあ3周目はね、まあ、とりあえずまあキャラのテーブルになってくれていることを信じましょう。あ、いいじゃないですか。さあ金本からのこの演出、これもね2枚抜きある、全然あるよこれ。ないんか、いや渋いな本当に。マジか、なんかね確定分しか出ないっていうのはね、これ負けですよね。なんかね他のゲームとかでもね、なんか一枠確定みたいなところで一枠しか出えへんかったらそこしか出えへんのかみたいな感じになってますからね。これもそんな感じですよね。なんか一つある喜びっていうのはあんまないんですよね。やっぱ二つないとダメですからね。いきましょう。くそマジで出ん、どうないなってんねん、やばいぞこれ。あっちゃー、ファイブステップアップ終わるぞこれ。マジか、いや動画の尺がやばいことになってくるこれ、やばい天井ってバレる。よしよしよし、いいよこれ、無料のとこからの金本、よしよしよし。あ、これは、いやこれマジで無料や、え無料で霊源手に入るこれ。いやめちゃめちゃええやんこれ、無料から霊源手に入ったらもう霊源無料やん。よしいいぞこれ。あーなんかす、すごいね無料、無料やんねこれ。あらーなんかすごいよこれ、頼む霊源、無料霊源頼みますよこれ。優勝霊源ではなく無料霊源、めちゃめちゃお得。いきます。はい、あーもう終わったかな、終わった、臭いぞこれ、やばいぞ、ちょっとこれすり抜けまくってますよね。あちゃーっていうか優勝席がないやないの。あかん、マジでこれ天井行ってしまう可能性が見えてきた。ファイブステップアップ3周目のラストとなっております。いやこれマジでビジョン飛んだら死活問題ですからね。行きましょう、まずはキャラを出すところからですね。頼むよマジで、来いキャラのクリスタル、よっしゃー勝ったぞこれ。いやこれは勝ち確ですね。さあ2枚ある、あそっちか、なんかその組み合わせなんかずっと見てきた、あーそっちなんね、うん、すごいなこれ、すごいんすよこれ、3枚抜けてるっていうことはね。ただちょっとテーブルがビジョン寄りなんすよね。あーなんかビジョンすごい今回引けてる気がしますけどね。まあ、ここで出せばいい話ですからね。これ5ステップアップのラストの確定分となっております。いきましょう。はい、いやー誰、もうマジでもうやめよそれ、ちょっとこれは終わった臭いですね。ここからはですね、 UR の確定分がない状態のガチャを引いていかないといけないということなんですが、まあこれ引いていきましょうかね。5ステップアップ、これ2周回せますね。でまあステップ3でかけらがもらえますんでね、あのステップ3のねこの2000原動石無料みたいな感じなんでね、いきましょう。いやーここからマジで闇、闇深すぎるぞ。さあ汚い本、絶望的な演出ですね。あーこれは良くない、本当に。あーもうそれオアーオールブルーオールブルーゴー&ミー、いやマジでないやろこれほんま、ちょっとマジで嫌や今回。
いやまあまあでも焦る時間じゃないよね。まあどっちかというとまあ出るから、まあ、もうちょっと待ってください。もうちょっとしたらもう出るんでね、行きましょう。3ステップアップの2周目ですね。さあ白い本グレードが上がりましたね。カラーのキャラ、あーいいんじゃないですかこれ。うん、あーこれはまあまあまあワンチャンありますよ。ワンチャンあるかな。ないな多分これ。なんかない臭いぞ。もうそもそもねトップが青いクリスタルの時点でね、もうこれは期待がね薄いんですよね。はい頼む。期待薄いと言いつつ2段階昇格してほしいな。ないよね。もうやばいねこれ。怖いね本当に。こうやってガチャってなんか今までちょっとうまく引きすぎてたっていうのもあるんやけどね。やっぱりこうまあ出るって分かっててもね、こんだけ引いてしまうと焦りが出てしまうもんですよね。まあでもまだまだ引けるんでね、ここはですね、まあ、かけらがもらえますので、まあ無料みたいなもんかな。よし行こう。ここから出せばいいからね。さあ汚い本、まあ、汚い本すごいね。2回も3分の2が汚いからのよくわからんやつが飛ぶということなので、これはないですね。やばいねこの3回ガチャ、マジで全然あかんかった。よしじゃあですね、ここで一回箸休めこれやるか。いやあるよこれ。ここから出ることだって全然ありますからね。ちょっと優勝席があるうちにこれちょっと回しときますか。さあ頼むよ。一枠確定。これ5連やからね。さあ終わったこれはまずい。まずいでござ、あちょっと待って、手震えてきた。ちょっと待って、やばいぞこれ。すごく天井に近づいてきている気がする。この震えはもしかして、あの将棋の羽生さんが勝利を確信した時の震えと同じかもしれん。いやマジか。出やんかったかここでキャラのクリスタル。ちょっと待って、非常にまずいなこれ。まあ言うたところでまだ天井まで余裕があるんですよね。ここはちょっとね気楽に回していきましょう。これ3ステップアップの2周目やっていきます。さあそろそろねこの3回のうちどっか1個金本が出てきてほしいところなんですが、白い本からのキャラ、さあ演出頼む。こ横行ってくれ頼む。あ親の顔より見た光景見すぎたそれ。いやしかもなんか全然良くないんじゃないかこれ。あらー何それ。さあトップが2段階昇格、なんか変わりそうな気はするんですけどね。なんかあの演出から明らかにこれちょっとしょぼすぎますからね。いやここ隠されてるんじゃないかな。ないよね、隠されへんよねそんなんね。だって幻影やから。よし2周目じゃない、2回目いきます。さあステップ2頼むぞ。さあ汚い、ちょっと演出が明らかにおかしいですね。そしてもうあかんわこれ。やばいよこれはマジで。どうしようもなんやそれ。何それ、ビジョンしかないやん。1個だけやんこれ。もうそれ見る価値ないよねその1個。はい、なんかちゃんと出てるしね、 UR のテトラ出とるけど、いらんのよ。さあここ、いやちょっと待って、これミスったらマジで闇鍋のガチャ。うわー久しぶりにヒロの芸術機のガチャに手を出してしまう。あ、ん？これは？いやでもこれあれか、そうやな、もう金の本出てくるけどさ、やっぱりそうなるんよね。なんかその下のやつ変わったりせえへんのかな。もうそもそもあれが飛んでるっていう時点で当たりなんて入ってませんよみたいな、中には誰もいませんよ状態。これやばいわ、これ終わった。いやマジで終わったよこれ。メダルが1750枚まで来ました。もう天井スレスレのところぐらいまで来てますよね。これどうしよっかな、あのチケットに頼った方がいいのかな。なんかありましたよね。あーこれですね。
優勝が3000席で、霊源のピックアップ10連が無料で20連引けるということなんで、買っちゃうか。まあまあ優勝しか今持ってないから、これに頼るしかないですよね。もうこれで出なければもうさすがにないということだと思いますけどもね。あと30連ですね。そのうちのまあ20連が無料なので、まあ、ここらはちょっと気楽に引いていきましょう。気楽と言いつつちょっとね、そろそろね出ないと天井いっちゃいますよこれ。さあキャラのクリスタルですね、からの来い。どうだこれは、これはどうなんでしょうかね。闇鍋ですからね、さすがにね 0.4% をねぶっこ抜きっていうのは相当難しいんでね。さあ頼む、変わってくれ。まあここミスってももう一回あるから、うわーやばい、あと20連しかね。いやそしてさ、微妙にヒロのゲージ溜まってくんのやめてもらっていいですかこれ。なんか最後まで行きたくなってしまうやんこれ、このままずっと爆死続けてたらさ。さあもう一枚引いていきましょう。まあこのゲージがマックスになるまで、いや天井行くまでに引いたらもう俺の勝ちなんすよ。なんだそれ。あーこれも無駄になってしまいましたね。まあさすがにもうないですね。いややばい、あと10連。あしかあヒロのゲージキャンセルかってなったら、もうこれゲージには頼れないですね。いや本当にもう国とヒロのゲージ頼ってはいけないですね。さあこれラストになりますね。これ引くとまあメダルが2000枚超え、まあすなわち天井に頭をぶつけてしまうという大事な大事なガチャとなっていきますね。行きましょう。頼む、マジでマジで天井いらん。もうここまで来て最後になんか面白い演出頼むって、マジで。あよかったよかったわ、ここキャラ来といてくれてよかった。あしかもこれいいよ、これトップ金のクリスタル、いや見せ場作ってくれますね。なんか昇格するんじゃないですかねこれ。最後昇格してここで霊源が出てきて、まあまあこれでみんなが幸せになれるということですよね。ありがとうございます。さあラストです、ありがとうございます。さあまずはトモラ、まずはトモラ、ヒロノー